日本企業の訴えが全面的に認められました。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、国際裁判所、韓国は日本へ40億円を支払え、韓国企業の偽装が発覚し日本企業が訴え勝訴をお送りします。韓国製薬会社が成分偽装。先日、日本企業と韓国企業が裁判で争い、日本側の完全勝訴となりました。この話題と日韓の人々の意見をご紹介します。2016年11月、日本の田辺三菱製薬は、韓国の光論生命科学と日本での独占的開発・販売権を得るライセンス契約を結びました。その対象薬は、光論生命科学が開発した細胞治療薬、インボッサです。インボッサは変形性膝関節症の治療薬です。変形性膝関節症は加齢とともに膝関節の軟骨が硬くなりすり減ってしまい、強い痛みが生じる病気です。発症初期は休めば痛みが取れますが、末期になると休んでいても痛みが取れません。普通に歩くことも困難になります。しかしこれまでの治療は痛みの緩和がほとんどでした。病気の進行自体を抑える治療薬はなかったのです。そうした中で登場したインボッサは、培養した軟骨細胞と薬剤を患者の関節軟骨に定着させ、軟骨がすり減るのを抑制します。さらに従来の治療と同じく痛みを抑える効果もあるのです。厚生労働省の資料によると、変形性膝関節症の潜在的患者は約3000万人。もしこれが本当なら、多くの苦しんでいる人を救う素晴らしい治療薬と言えるでしょう。2016年にライセンス契約を結んだ時、インボッサはフェーズ3試験を終了し、韓国の食品医薬品安全所に生物製剤許可申請を行っていました。また、アメリカにおけるフェーズ3試験も準備中でした。そして、2017年7月には、予定通り食品医薬品安全所から販売承認を受けることができました。日本での販売も大いに期待されていたのです。ライセンス契約解消へ。しかし2017年12月、田辺三菱製薬はライセンス契約取り消しの協議を開始します。光論生命科学とのライセンス契約は、契約一時金が25億円、その後の臨床試験、許可、商業化が進むごとに段階別技術料が432億円の合計457億円という巨額を光論生命科学に支払うというもの。しかし契約締結後1年で田辺三菱製薬はライセンス契約解消に動き出したのです。日経バイオテクの業界こぼれ話という連載では、田辺三菱製薬側の思っていたよりまずい状況になっているという発言が伝えられました。その後、2018年4月、田辺三菱製薬は協議が合意に至らなかったと表明。光論生命科学を相手取り、国際仲裁裁判所に契約一時金の返還を求める仲裁の申し立てを行いました。一体なぜ田辺三菱製薬は契約解除を頑なに進めようとしたのでしょうか。癌原性がある成分が検出される。実は2018年3月、大問題が発覚していたのです。アメリカでの臨床試験で、インボッサは軟骨由来の細胞だったはずが、腎臓由来の細胞であると分かったのです。インボッサは2つの成分で構成されています。培養をした軟骨細胞と、治療機能を強化する遺伝子を挿入した軟骨細胞です。この治療機能を強化する遺伝子は、はじめ、腎臓細胞で増殖させ、それから軟骨細胞に挿入します。増殖に使われるのは、腎臓細胞を由来とする GP2-293 細胞という細胞です。GP2-293 細胞は、癌細胞と同じように無限に増殖し、癌細胞と同じくらい早く増殖するように設計されています。そのため、この細胞は癌細胞となる可能性があるのです。だからこそ、腎臓細胞から特定の遺伝子だけを取り出して、他の細胞に挿入する必要があります。しかし、実際の分析では、
腎臓細胞が検出されてしまったのです。つまり、がん細胞になる可能性があるものが入っていたことが判明したのです。虚偽、隠蔽して居直る韓国企業。このことがアメリカが発表して初めて高能生命科学は、成分が許可当初と異なっているとの報告書を食品医薬品安全所に提出しました。その後、食品医薬品安全所による試験でも腎臓細胞が検出されたため、2019年5月、インボッサの販売承認は取り消されました。承認申請の段階で成分が変化することを把握しながら、虚偽の資料を提出したことをその理由としました。また、高能生命科学はインボッサに危険な腎臓細胞が含まれていることを知っていたにもかかわらず販売を続けていたことも明らかになりました。このような事態となっても、高能生命科学は成分が変わったのではなく名前を付け間違えた。患者さんが注入された物質に変化はない。提出資料は完璧ではなかったが、操作、隠蔽はなかったと、稚拙な言い訳に終始しました。この虚偽が発覚するまで、およそ3700人がインボッサによる治療を受けていました。韓国企業へ40億円支払い命令。2021年1月、国際仲裁裁判所は、田辺三菱製薬からの申し立てについて、高能生命科学に 40.6 億円の支払いを命じました。インボッサの成分が販売承認当時と異なることが支払い命令の根拠となっています。その内訳は契約一時金25億円とこれに対する利息、損害賠償金1億3376万円、これに対する利息、訴訟費用 8.2 億円です。これは完全勝訴と言える仲裁内容です。この話題には日韓から多くの声が上がりました。韓国の反応、退職金500億ウォンをもらって逃げた、高論のイ・ウンヒョル元会長を逮捕して、財産を差し押さえろ。詐欺被害に遭った株主たちに賠償しなければならない。よりによって、日本の先般企業に敗訴したのか、我が国にとって恥ずべき事態だ。高論はもう歴史の中に消えるようだ。横領と追徴金だけで天文学的な数。特許の件もそうだ。東日本大震災の時、高論が日本の被災者たちに、韓国にあるホテルリゾートの宿泊無料を提供して大騒ぎしたが、いいざまだね。日本の会社に負けるなんて、韓国食品医療品安全所は日本を助けるんだね。三菱には多額の金を支払うことになったね。徴用工や慰安婦賠償でその金を全部返してもらおう。日本人の反応。判決は確定しても、当然支払いはこれからだ。振り込めまできちんと確認できないとね。支払うのではなく、騙し取った金を返す、というだけ。そんなことよりも、日本の製薬会社が、韓国企業から技術を買おうとしていたという事実にびっくり。そして案の定トラブル発生。この製薬会社は、おそらく腹にすね替えて訴えたのだが、こんなの氷山の一角。提携先との契約違反とか特許侵害は日常茶飯事で行われているんだろうな。普通にありえないことをしすぎ、なぜ医薬品として承認されたものと入っている成分が違うわけ？技術輸出したけど臨床データをまともに報告しない。せかすと虚偽データを送ってきて、果てには許可した成分と異なるものを混ぜて作ったってやつかな。これってどこかのベンチャーが高論のインボッサの契約を取って、それを田辺三菱がさらに買ったってやつだったんじゃなかったっけ？なんかの購入じゃなく、そもそも材料が違ってたなんて、形状の瑕疵で賠償額も相当だろう。もしかしてこれって、膝関節などを酷使するアスリートとかにも処方されてるんじゃないか？心配になるな。もし薬害が認められたら、保証は天文学的な数字になると思うぞ。確かこれって、臨床試験で使った薬と商用として日本に売った薬の成分表が一部変わってたって話。つまり試験やってないのと同じだろうって怒られたってことだね。薬害には十分注意を。もし田辺三菱製薬が偽装に気づかなければ、日本でも臨床試験が行われたかもしれませんね。偽装を知らずにインボッサによる治療を受けた3700人の方々、体に異変が起きないことを祈ります。
公論生命科学の無責任で不誠実な対応は決して許されません。私たちもいつ薬害に遭うかもしれません。メーカーや評判に十分注意を払っていきたいものですね。最後は自分の身は自分で守るしかありませんから。あなたはインボッサに関する騒動についてどう思いますか？ぜひコメント欄に意見や感想をお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。